遥か昔、一つの道具が生まれた。人々の想像を具現化するその道具は、やがて筆と呼ばれるようになった。私は村瀬圭三と申します。23歳の頃ですね、兄の紹介で、東宝に入ることになりまして、ある時私の師匠が、この今作ってる映画というものは子供たちを非常に楽しませるものであり、将来次から次へと生まれてくる子供たちに夢を与えてあげる、仕事を君はやるんだから、どうなんだ、一生懸命やってみないかということで、それでずっとやってきたんですが、から、まあ、東宝を辞めまして、それから今度は自分で今度は会社を、作ろうっていうことで、エキスプロダクションっていう会社を作りまして、それを5年間やりました。でやはりどうしても自分の思うような仕事がその会社でうまくいかなかったので、自分で独立して、ツエニーという会社をやることになりまして、これもまあ45年ぐらい前ですかね、香港で映画をやっている時にプロデューサーのチャイランという方が、村瀬さん台本書いてみないって言われて、で何を書いていいか分からなかったんだけれども、でもまあ同じような仕事をしてるんだったら、なんかこう怪獣が出てきたりいろんなことあるような、そういう物語をできないかなっていうことで、まあ、私はその台本を考えて、書いたんですね。でだんだん、まあ、私も年になってきちゃったんで、まあ、息子に後を任せて、で私はこの作品を、神の筆という映画の作品を、なんとかやってみたいなということで始めました。まあそれに賛同していただいて、皆さんが、どれだけ、協力していただけるか、今自分でそれだけの予算を持ってませんので、皆さんにお願いして、いい作品を作るための、応援をしていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。